なかなか新潟らしさ表現できなかった90分だったようにも感じます。監督、どのようにご覧になってたんでしょうか。そうですね、まあ、そこが、まあ、全てのような感じはしますけども、まあ、とはいえ、まあ、いくつか あるチャンスを一つ決めればまた展開も変わってくる可能性はあったと思いますけども、まあ、最後まで本当に諦めず選手は頑張ってやってくれたと思ってますし、まあ、残念ながらいい結果を報告できなかった今日お集まりの皆さんには大変申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。前半開始早々の先制点を許してしまったシーン、あのシーンですが、相手がいつもと違うシステムで入ってきた、そういったところも影響があったんでしょうか。いや、そこは関係ないと思っています。なかなかこううまく入れなかった要因というのはどのようなところに感じていらっしゃいますか。まあ、さあそんなに簡単に言葉にすることはできないと思います。前半2点リードされて後半に入りました。前節と同じような展開になりましたけれども、後半に向けてはどういった声をかけたんでしょうか。まあ、個々のところのやはり1対1の部分だとか、まあ、そういうところをもう少ししっかりと対応していこうという部分で入りました。後半3人を交代するというシーンもあって、なんとかここからというところもあったかと思いますが、なかなかこう難しかった 4-4-2 のブロック崩すの難しかったと思いますが、あと一工夫、どんなところが必要だったかなと感じていらっしゃいますか。まあ、まずはやっぱりシュート打たないとというところと、まあまあ、我々のリズムだとかテンポだとかそういうところももちろん大事なので、そこは前面に出していきたいという気持ちはありますけども、もう少し違う方法を選手に、まあ、僕の方からもっともっと伝えるべきだったかなというふうな反省は今あります。次の試合ですが、新潟の前指揮官アルベル監督率いる FC 東京とのアウェー戦になります。監督にとっても選手の皆さんにとっても特別な一戦になるかと思いますが、最後意気込み聞かせていただけますか。はい、もちろん常にいろんな思いはありますけども、戦う以上どこでも相手はどこであろうと、まあ、勝ち点3を目指して戦うということにブレはないので、まあ、しっかりといい準備をしてまた挑みたいと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。